女子駅伝岡山3区ドルーリー守衛里が17人抜き区間新五輪ランナーの要解説者も驚き。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。小成陸上全国都道府県対抗女子駅伝大成ひし形15日ひし形竹菱スタジアム京都発着。9区間イコール42195キロ。陸上界のニューヒロイン候補で岡山のドルーリー守衛里、シエリ、岡山津山鶴山中3年が3区で驚異的な走りを見せ、区間新記録を樹立した。中学生離れしたこと次元の走りだった。中学3年のドルーリーは38位でタスキを受けると、スタートから200メートルで3人抜き、1キロでは32位まで順位を上げた。17人抜きで9分2秒の区間新記録を樹立。中学生の驚異的な記録に、有森博子らを指導した解説の金哲彦氏も、オリンピックランナーのよう。フォームも完成に近い、と絶賛した。一人でも多く抜いて岡山チームに勢いを与えようと思っていた。高校ではインターハイに出場して良い結果を出したい。サッカーの全日本中学校陸上競技選手権大会女子1500メートルを4分23秒79で優勝。10月の U16 陸上大会も女子1000メートルで2分45秒84の大会新記録を打ち立てるなど、スピード感あふれるランナーだ。現在の1500メートル自己ベストは4分22秒00。リン、リンとした走り姿で注目を浴び、昨年の中学ランキングでは女子800メートル、1500メートルで1位に輝いた。小学4年時に地元の津山ジュニア陸上競技教室で競技を始めた。理由は明快。運動が好きで走るのが好きだったから。当初から400メートル、800メートルに興味を持っていたが、同教室は短距離の練習がメイン。短距離のトレーニングに参加しながら、地元のマラソン大会に参加するなどして中長距離の訓練を積んだ。好きが高じて徐々に頭角を現し始める。19年、6年の秋に参加した岡山県学童陸上競技大会では女子800メートルを2分26秒65をマークし、優勝。同教室で指導した佐藤俊二氏は、現在の活躍を喜び、在籍時はリレーにも出てたので、スピードを持ってる。それが今の距離でも活かされてるんじゃないかな、と話した。実質的な全国デビューで都大路を力走した。